今回の動画はね、前回、前の、前の動画では、ヒラメをさばいたんだけど、今回は、こちらのカレイをさばいていきたいと思います。今回は、カレイをさばいていきたいと思います。あ、まだね、これちょっとこのカレイは生きてるから、まず締めるところから始めないといけないんだ。まずカレイを締めるときは、まあ頭のところ、ここを切る。暴れる。暴れるからな。逆の方がいいね。うわ、血を吹いた。まずカレイの血抜き。カレイを血抜きできたら、あのヒラメ同様ね、鱗を取っていく。鱗はね、金たわしで取る。カレイの頭を落としていく。ぬめる。こう。取れるところの内臓取っていこう。で、内臓を取って水で洗ったら、また開いていく。内臓を取って、ヒラメと同じように、お前の方に切っていこうかな。骨に沿って切る、ぬるぬるする。こっちが刺身用で、こっちをね、煮付けの方に作っていきたいと思います。カレイもこの皮を剥いで、うわー超美味しそうな縁側、ここについてる縁側超美味しそうじゃね。煮付けを作るときはまずね、煮付けサイズに切る。うっ、びっくりした、動いた。鍋でもいいんだけど、俺はねフライパンが好きだから、フライパンにね火をつけるとか、で酒と醤油、砂糖で、ある程度煮立ってきたら、煮付け用にカットしたカレイを入れる。蓋を閉めて煮詰める。ということで、できました。こっちが煮付けで、こっちの周りがお刺身で、真ん中にあるのが縁側。じゃあまずはちょっと煮付けの方からいただきたいと。カレイがもともと大きいから、かなり大きめの。あ、これはうまい。やばくね、カレイの煮付けにしては。普通のカレイの煮付けってこう、ピュッて取ったら、このこれくらいピュッピュッみたいな、超肉厚だから。じゃあちょっとお刺身の方を、ほらこの側の方、めっちゃコリコリしてうまい。こっちのお刺身の方、あーやっぱうまい。刺身もヒラメもいいけど、なんかカレイもありだなって思った。ぜひチャンネル登録してください。グッドボタン